県内の消防隊員が集まり、日頃の訓練の成果を披露する指導会が昨日佐賀市で開かれました。この訓練は消防隊員の知識や技術の向上と若手隊員への指導を目的に毎年行われています。昨日は県内の5つの消防本部から消防隊員126人が参加し、8つの種目で安全性と確実性、動きの速さなどを競いました。隊員は建物から建物をロープで素早く移動したり、火災の煙で前が見えないときに隊員同士で連携する方法を披露したりして、日頃の訓練の成果を発揮していました。安全第一での競技でもありますので、そこは確実迅速に心がけて普段からやっています。各種目の上位入賞者は来月の九州大会や8月の全国大会に出場するということです。